ファシスト党、国家ファシスト党、国家ファシスト党、PNF は、かつて存在したイタリア王国の政党。ファシズム運動を掲げ、左右の超越を施行した独裁体制を構築した。PN 会は、第一次世界大戦で政治家ベニートムッソリーニらが設立した政治団体に機嫌を持ち、民族主義による社会、国家や国民の団結、ファシ、 古代ローマのファスケスを語源とするおとき、民族統一主義、未回収のイタリアに基づいた参戦論を主張した。イタリア王国が対戦参加を決めると、ムッソリーニらは志願兵として従軍して、残酷戦を通じた愛国心や戦友愛の公用を経験した。復員後、ムッソリーニは革命行動発書の精神を引き継いだ、イタリア戦闘者発資を設立した。 同団体を通じて、独自の政治理論であるファシズムを掲げて、社会主義及び民主主義、リベラリズムへの猛烈な批判を展開した。彼の異端的な思想は、サンディカリズム、組合主義、コーポラティズム、共同体主義、アナーキズム、無政府主義、リビジョニズム、中世マルクス主義の運動家たちに影響を与えた。初期段階のファシズムは広範な支持を得られず、 1919年の総選挙での議会進出を果たせなかったジョバンニジョリッティ首相との協力や民兵組織による直接行動を駆使して段階的に影響力を高めていった。1921年5月15日国民ブロックに FIC が参加して大議員に議席を得ると同年11月9日にファシストの政治運動は国家ファシストと パーキとナチオナレファシスタ、PNF として組織化された。PNF のイデオロギーであるファシズムは多様な思想を集合させた独特の運動であり、推進された政治主張も多岐にわたっている。まず民族主義、イタリアナショナリズムを重視し、民族統一主義による領土拡大を提唱した。不祖である古代ローマへの検証も含め、領土主張は生存権理論の一種である。 地中海世界全体での量拡大を目指す、え拡張され、が形成された。経済政策では、サンディリカリズムとコーポラティズムが影響を持ち、国家の指導下で企業体と労働組合が協調することを目指し、階級闘争を否定して、階級協調を理想とした。自由主義、リベラルに対しては明確な敵対姿勢を見せたが、反動主義ではなかった。また、 民族主義の観点から共産主義とも敵対したが、ジョゼフ・ド・メイストルに代表される過激な保守主義にも反対した。1922年10月31日、ルイージ・ファクタ政権へのクーデターであるローマ新軍が成功してムッソリーニ政権が樹立され、PN 会は連立与党の中心となった。1924年4月6日、 旧国民ブロックを PNF に統合した上で新たな選挙連合、国民リスト、リスタナツヨナレ、LN を立ち上げ60、60%以上の得票を得て、議会で多数派を形成した。選挙勝利後も多党制の枠組みを維持していたが、を経て、1924年12月31日に、ムッソリーニは独裁制への移行を宣言してに就任、政府権限を大幅に強化した。 これに合わせて PNF も一党制に向けて動き、党の諮問機関であるファシズム代表議会を国家の最高機関に定めた上で PN 会以外の全政党へ解散命令を出し、1929年3月24日の総選挙で全議席を獲得してイタリアにおける一党独裁が確立された。PNF は未来に向けて現代化されるイタリアが、 同時に伝統に基づいた愛国心と団結を高めることによって社会的繁栄を迎えるとみなしていた。PNF によるファシズム思想に基づいた社会改革は第二次世界大戦への参戦によって水泡に返し、ムッソリーニ遊兵後の1943年7月27日に解散を命じられた。1943年9月18日、 ナチスの要請を受けてムッソリーニは PNF の後継政党として共和ファシスト党 RNF を決闘しイタリア社会共和国アースイの政権与党となった1945年4月28日アースイ政府の崩壊とムッソリーニの死により RNF は消滅した大戦後に成立した現在のイタリア共和国議会では民主主義に対する脅威として 後継組織である、共和ファシストと、RNF と並んで、再決闘が禁止されている。一方で、RNF の元党員らを中心に、ネオファシズム政党イタリア社会運動、マシーが決闘され、イタリア国民運動、自由の人民、イタリアの同胞などを通じて、現代でも思想は引き継がれている。百二十六年、百三十八年に制定された、 党期約によると、ファシズムの指導は、ルーチェの指導のもと、ファシズム代表議会の示した方針により、中央及び地方の合議機関を通じて行われるとされていい。全国規模の合議機関は、全国協議会と全国指導部、地方においては県ごとに置かれる、県連合とその指導部であった。県連は先頭者発シをまとめる存在であると、定義されていた。 第一次世界大戦後の混乱が続くイタリアでは、戦勝国でありながら、期待していた冬梅などの領地が得られず、ベルサイユ体制に強い不満を持つ人も少なくなかった。また、資源に乏しく経済基盤の脆弱であったイタリア王国は、その戦費を外債に依存したため財政難に見舞われた。経済危機も深刻で、大量の失業者が生まれ、ロシア革命の影響も受けて、 労働者のストライキや農民の大雑葬儀が広がり、社会主義勢力が拡大した。物資不足から激しいインフレーションも起こって、民衆の生活を直撃した。暖かい歓迎と安定した暮らしを夢見て、イタリアのために戦った兵士たちは、経済混乱にあえぐ祖国に帰り、新たな失業者の一軍、余計者の,の集団として、むしろ冷たい視線を浴びることとなった。 折から1919 19年から1920年にかけては労働者のストライキや農民のオザク葬儀が頻発して社会不安が増加していたのである。第一次世界大戦前のベニート・ムッソリーにはイタリア社会党内では正当派、マルクス主義というよりはジョルジュ・ソレルの思想に影響を受けており、投資流の社会改良主義的な路線とは一線を隠し、その批判者として 当格を表した。1912年には、社会党執行委員に選ばれ、党の重要な日刊紙アバンティの編集長にまでなっていたが、1914年夏、第一次世界大戦が始まると、伝統的な平和主義から、イタリアの絶対忠実を唱えた党の方針に反対、戦争と、その帰結にこそ、革命の展望があるとする立場から11月、 ポポロディタリアを創刊して、イタリアが英仏教商側に立って参戦すべきとの意見を主張して、イタリア社会党を除名された。また、14年末からは、イタリア各地で生まれた参戦主義者団体、革命行動団の指導者となった。1919年3月23日、ムッソリーニは、ミラノで福音軍人を主体にして、革命組織と国粋主義、 ナショナリズムの立場でイタリア戦闘者発資を組織した。創立大会の出席者は145人と言われ、福音商工のほか、地主や資本家の子息である右翼学生が多く、上述のように未来派の影響を受けた青年も多かった。創立大会宣言ではイタリアの領土の拡大を主張している。6月6日には、 ポポロディタリアからフィリッポ・トン・マーズ・オ・マリネッティラによるファシストマニフェストが出版されている。1919年から1920年にかけて、北部イタリアの諸都市では労働者のストライキが頻発し、農村では農民が地主の土地を占拠して、時代の支払いを拒否するなどのおざく葬儀も起こって、社会不安が醸成さていた。戦闘者ファシは、当初は王政の廃止、 戦時利得の85%没収、労働者の経営権への参加、最低賃金制、大土地所有者の土地の農民への分与など、サンディカリスム的な考慮を掲げていた。そうした中で、1919年11月の総選挙では、イタリア社会党が全体の3割に当たる180万票を獲得して154議席を確保したのに対し、 戦闘者発シの獲得票は5000票足らずであり、一人の当選者も出なかった。1920年になるトストライキは激化し、9月には北、イタリアで社会党、左派、1921年1月、イタリア共産党を結成の指導の下50万人の労働者が工場を占拠し、農民も各地で地主保有地を占拠するなど、 あたかも革命前夜を思わせるような情勢となった。社会党指導部の不決断により工場選挙闘争が破れ、革命的情勢は体調に向かったものの、東平原のボローニャ県とフェラーラ県では、農業労働者による農業協約改定闘争が勝利し、社会党も10月の地方選挙で引き続き優位に立って、2000以上の自治体を掌握した。こうした、 英才農民や労働者の直接行動に危機感を抱いた地主、土地を得た中小農、都市の中間層は自由主義政府の支援を求めた。しかし、それが叶わないと知ると彼らは戦闘者ファッシュと連携して武装行動隊スキットラを編成し20年秋より直接行動の巨に出た。ムッソリーにも黒いシャツを制服として使用させた黒シャツ隊を 武装行動隊として編成して、こうした革命的な動きを暴力的に鎮圧した。これにより、中産階級、資本家、軍部、地主層などの支持を広げて、資金や武器を得て1921年5月の総選挙ではムッソリーに含む35名の会議員を当選させ、同年11月、戦闘者ファッシは、政党、ファシスト党、全国、ファシスタ党に改装。 ミケーレビアンキを初期長とした。1922年5月と8月の2度にわたり、政府軍に代わってゼネラルストライキを鎮圧し、軍や資本家の指示を不動のものとした。さらに1922年10月24日、ナポリで開かれたファシスト党大会でムッソリーには、政権が我々に与えられるか、我々がそれを取るかだと演説し、28日、 4万人のファシスト党員が、ビアンキ、デイコールボーの、デイコールベッキ、バルボの、ファシスト4天皇、ムッソリーニ4天皇と称される4人の幹部に、引き入られてナポリなどからローマに向けて進むする、G 行動、いわゆる、ローマ進軍を行った。ムッソリーニ自身は、この進軍に参加せず、ミラノに待機した。国王ビットーリオエマヌエーレ3世は10月30日。 ムッソリーニに祖格を命、主犯使命を受けて政権を授与された。彼は翌三十一日、ミラノから寝台列車でローマに入った。こうして史上初のファシズム政権が成立した。1923年ファシスト党に有利な新選挙法が制定され、1925年から26年にかけて結社や治安。 行政権の集中に関する処方率を制定。1926年11月にはファシスト党以外のすべての政党の解散を遂行し、一党独裁制を確立した。イタリア王室、軍部、財界などの支持を得て、独裁体制を整えた。また、ファシスト産業組合を設立して、労働組合を統制し、言論の自由も厳しく制限された。 1924年には、ユーゴスラビアとの直接交渉で未回収のイタリアの一部で、あるフィルメ自由史を獲得し、ファシズム政権最初の外交的勝利となった。1928年9月には、ファシズム代表議会を正式に国政の最高機関とした。1929年には、ローマ教皇ピウス11世とラテラの条約を結び、 ローマ教皇庁との和解が成立し、イタリア王国はカトリックを唯一の宗教とすることを認め、教皇の主権下にバチカン市国がイタリアから独立することを承認した。これにより、1870年以来続いてきた教皇庁とイタリア王国の対立は解消し、ファシスト,トンはカトリック教徒の支持を確保たこととなる。ムッソリーニはローマ教皇庁に対し、 小中学校におけるカトリック教育の義務化、聖職者の徴兵の免除、教会の総裁、婚姻の統制などを認めるなど、大幅に譲歩し、これらと引き換えに、ファシスと独裁体制の威信を高めることに成功した。ムッソリーニはつとに、ベルサイユ体制の打破を唱えた。また、古代ローマ帝国の復興を掲げたが、これは単なる式揮上が、注目的であり、 現実味の変輪もない話であった。経済危機を打開するために膨張主義政策に着手し、九百二十七年にはアルバニア王国を保護国化、九百三十五年十月にはエチオピアを併合した。九百三十八年人種法を制定する。経済政策の面では、九百二十二年から九百二十五年にかけてアルベルト・ステファニー、 が、政府のコストを削減し、民間企業をほとんど国有化することなく、一時、頻発したストライキを抑え、景気は回復して失業者も減少し、生産力も増した。治安も改善して、特にマフィアの活動を抑え込んで犯罪件数を減少させた。所有形態を維持しながら一連の成果を上げたため、イギリスやアメリカなどの民主主義国家の指導者や評論家の中にも、 ムッソリーニこそ、新しい時代の理想の指導者と称える向きがあり、辛口な論評で知られた、イギリスのウィンストン・チャーチルさえ、偉大な指導者の一人と高く評価していた。しかし、1929年の世界恐慌の影響により失業者が100万人以上に膨れ上がり、次第に財政支出を増やし始め、第二次世界大戦が開戦する1939年までには、イタリアは、 ソビート連邦に次いで国有企業の多い国となった。1939年3月、議会を廃止して全国組合共同会議に変え、全体主義の組合国家体制としている。1943年、連合国軍の本土上陸を許した上に、エチオピアを含むアフリカでの戦いにも敗北し、完全に劣勢に立たされたイタリアでは国王を中心に、 ムッソリーニ追放の動きが始まった。7月24日、5年ぶりに、ベネツヤ宮殿で行われたファシズム代表議会において、会員議長で、王党派のディーノ・グランディ伯爵は連合国との、改選とその後における、ムッソリーニの指導責任を追求、統帥権の国王への返還の動議を提出した。これに対し、ムッソリーニの女性でもあった。 ガレアッツォーチャーの外務大臣を含む多くのファシスト党の閣僚がこれに賛同し、過半数の賛成を得て成立した。ムッソリーニは、翌7月25日、ビットリオ・エマヌエーレ3世にその旨を報告した、その直後に憲兵隊に拘束され、即座に遊兵された。ムッソリーニの失脚により、ビットリオ・エマヌエーレ3世は、ファシスト党の解散を命令。 ピエトロ・バドリオを首相に任命した。その後、ムッソリーニは9月にアドルフ・ヒトラーの指令によりグランサスソ襲撃によって救出され、ドイツ支配下の北イタリアに建てられた傀儡政権イタリア社会共和国、サロ政権の主犯取った。ドイツの強い要請により代表議会で賛成票を投じたチアーノラ幹部は処刑された。社会共和国でファシスト党は 共和ファシスト党として再建され、ベローナ憲章、を考慮としたが、ほとんど活動は行われなかった。1945年4月25日に、社会共和国が崩壊すると、党も自然消滅した。イタリアにおいては、第二次世界大戦後もファシスト党の流れを組む、一定の勢力、イタリア社会運動が存在した。現在のイタリアの極右政党国民同盟も、 恩恵化してはいるが、ファシスト等の影響を残している。国民同盟の恩恵化は国民から評価され、1994年のフォルサイタリアによるシルビオベルルスコーニ政権、誕生へと繋がった。また国民同盟はかつてベニートムッソリーニの孫娘、アレッサンドラムッソリーニが所属していた。アレッサンドラは国民同盟を離党後、極右政党、行動の自由、 現在の名称は社会行動を結成した。欧州議会選挙では他のネオファシズム運動と連携して会派、社会的選択を組織して票を獲得し、アレッサンドラは欧州議会議員に当選した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。